京都へおだすどうみつ先ほどアクティブ、本日は昨日飲みに行ってて、もう無性にラーメンが食いたくて、高橋の第一朝日本店に行ったんやけど、いっぱいで並んでて、どうしてもでも口が高橋なんで、これから南インターの、高橋行ってきます。それじゃあ行ってくるぜ、ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー、行ってきます。本日は高橋、京都南インター降りたところの高橋ラーメン、スピード違反罰金12,000円、ラーメン650円、高橋来たら京都南インターの出口、それをこっち来たら高橋があります。今日はね、いろんなラーメンがあるんですけど、今日はね、このスタミナいきます。スタミナ、まあ、普通のだったら一般的なんで、このスタミナの肉増しで、肉増し、ほんで硬いめのネギ、もやし、野菜多め、これでいきます。ジャスミンティーをこれを水で薄める。これでね、脂っこいラーメンというか脂っこい胃袋がさっぱりする。本日はね、スタミナラーメンの肉増し、このね、高橋のね、ラーメンがうまいですよ。肉増しの野菜増し、うまいっすよこれ。ほんで唐揚げですよ、カリカリの唐揚げ、これ注文します。じゃあ食らっていきます、食らっていきます。あー、ええ香りしてるわ。これが京都醤油、高橋のラーメン。ニンニクがむちゃくちゃ香ばしい。肉ましたから、そこに肉が結構入ってます。スタミナは味玉も入ってる。味玉も、またバキもいかんよ。麺はこれですよ、京都の高橋の麺です。これがうまいですよ。細いけど中太、しっかりした腰の麺型で、これですよ。そしたら唐揚げを加えます。唐揚げ、味付けでうまいわ。これ肉増しやからどんどん肉が出てくる。
そしたらごちごち和牛も皆様のスマホかパソコンか知らんけど、すべての視聴者の方にお届けします。和牛もどうちょっと意外に少なかった、意外に少なかった。ラーメンコショウ、これ粉コショウ、コショウが2種類あるんですよ、粉コショウとラーメンコショウ。どうこちゃん、粉コショウとラーメンコショウがあるんですけど、ブラックペッパーかな、よう分からんけど、ほんでこれ混ぜて、チャーシューが山盛り入ってます。そこに肉増し入れてるから、うまい、チャーシュー最高や。あるんでスタミナラーメンなので、ちょっとニンニクをね追加して、これは混ぜない、いつものことこれは混ぜない、混ぜないでこのチャーシュー乗せていただきます。混ぜたら全ての味がニンニクで変わってしまうので、これでいただきます。これでニンニク乗せチャーシューそう。野菜もたっぷり、これバキュームするんで、いつも通り麺がすぐなくなってしまいます。でこれ唐揚げですよ、唐揚げ、野菜不足はしキャベツ、結構入ってます。もう大茶祭とかやったら、いつも大行列、大行列だから、そういう時はここで十分、ほんまに味一緒なんで、ほぼ。めちゃくちゃうまかった。で、これさっぱりですよ。手袋の油をジャスミン茶で流し込む、めちゃくちゃ美味しいランチでした。完食いたしました。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。
はい、ということでごちそうさまでした。安定の高橋ラーメン、むちゃくちゃうまかったですね。はい、肉増しにして唐揚げ言ったら腹いっぱいですわ。はい、もうご飯とか食えへんね、腹パンパンです。でもね、こちらあの本店が並んでる時とか、こちらの、ね、高橋の店舗来られたらいいんじゃないでしょうか。味はほぼ似てますんで、むちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。ごちそうさま。スピード違反するなら高橋でラーメンを食らえ。ありがとうございました。本日も最後までご視聴いただきほんま大きにどす。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼もします。